愛知北 FM 放送の看板愛知北 FM 放送株式会社は愛知県犬山市庭郡扶桑町大口町の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者であるユナイテッドノースの愛称でコミュニティ放送をしている2006年開局当初の愛称は町の放送室だった 初期からベリカードは発行していない。犬山市に本社を置く、明治期より五福店を運営している宮古屋の関連会社であると、障子株式会社が過半数の株式を保有しており、同社社長が2021年現在も愛知北 FM 放送社長を兼任している。送信書も宮古屋グループの老人ホームに設置されている。放送地域は犬山市、 福総町の全域の10万個30万人で、大口町、賀西、小牧市、港南市、各市の各一部も放送エリアとしている。2014年2月1日より、J 芝インターネットサイマルラジオにて、サイマルラジオで配信を開始。2015年7月からは、専用アプリを使用すれば、スマホからも視聴可能になった。また生放送の時間は、 ユーストリームを用いインターネット配信も行う。小牧市に営業所を設置し、犬山と日スタジオ体制になる準備を進めていた。2016年8月1日に9月20日をもって全番組の放送を終了することを発表。9月20日19時から21時のラジアンビートの放送後、閉局の挨拶等もなく21時の時報後に停破した。 会社は存続し放送再開時期は未定としていたが、10月13日に放送再開の準備を発表、11月1日に再開した。平日、週末ともに空白欄は、音楽番組、ミュージックアワーを、放送制ワイド番組は、平日は7時より21時まで、すべて2時間番組、土日は7時より19時まで、すべて3時間番組で構成されていた。 会社概要会社情報愛知北 FM 放送、同情お願い2007年1月1日、会社概要愛知北 FM 放送、AB 愛知北 FM 放送、ホームページを、リニューアル新着記事2016年10月13日、愛知北 FM 放送試験放送開始の、お知らせ同情2016年10月25日、 道場をタイムテーブルを公開いたしました。道場2016年10月26日道場。ありがとうございます。